田です。よろしくお願いします。すごい天気、今日悪くなるんじゃないかと思って心配してたんですけど、ものすごいいい天気になりまして、よかったなと思って。まずじゃあ、そうしましたらですね、一発目のスピーチを、大柳さん、お願いしたいと思います。被災地の方にボランティアにも最近行かれてます。どうぞよろしくお願いします。練馬球場の会、大柳でございます。私、生まれは石川県珠洲市飯田町というところでございまして、実家が今、妹家族が継いでおります。2月3日から6日まで、4日間、元に帰ってきました。あの地震は大きな揺れと、それから液状化、津波、そして隆起、そして崖崩れということで、地震の被害が全て揃ったようなところでございまして、倒壊家屋6割から、立ってはいるけども赤紙が貼られている、こういう家がありまして、8割ぐらいはもう修理しなきゃダメだと、こういう状況になっております。家が5メートルずれてですね、道路の真ん中までこの動いているというところもありまして、もう惨状ですね、大変です。で、能登の人は高齢化が進んでおりまして、去年の大地震で、修理をすると、それがまた今度はまたやられるということで、もうそういう余力がございません。途方に暮れているという状況です。ですから、岸田首相が国会の答弁で、能登の救援も大事だけども、リニア新幹線、大阪万博、これをですね、成功させて元気になってもらおう、そういう話をしておりますが、どう考えるって聞いたら、それは私たちに天国を味わわせて地獄に引き戻すようなもので、とんでもない話だと。そんなお金があったら、職人さんがいたら能登に回してほしい、こういう話をしておりました。財務大臣がこの軍拡予算は優先的に確保します、これどう思ったら、そんな無駄な金は使うな、こういうことを言っておりました。今能登は半分ほどもう地元におりません。娘息子がですね、そんな恐ろしいところにおるなと、1日10回も余震があるようなところですね、ということで引き取るんですが、何せその息子夫婦の生活リズムと違うもんですから、また嫌になって地元に戻るという状況も生まれております。今求められているのは仮設住宅、それから県営住宅、しっかりした建物を保障するということが一番望まれていることだというふうに思います。最後に志賀原発の話をします。はい、じゃあこういうことでどうぞ一つ、また3月9日から行ってきますけども、皆さん一つ能登地震にも大きな関心を持っていただきたいと思います。ありがとうございました。本題なところでありがとうございました。次はですね、福島の子どもたちのために保養の活動をされております中川さん。皆さんおはようございます。福島子ども扶養プロジェクト練馬の中川と申します。私たちはですね、2011年に東日本大震災が起こり、その後東京で電力福島第一原発原子力発電所で事故が起こってですね、それで、すぐにですね、まあ、これは練馬だけではなくて全国的にですね、子どもたちの扶養が必要であるということで、2011年から扶養キャンプを始めました。それで最初は実部で行ってたんですが、2012年からですね、飯能で行うようになって、私たちの雇用キャンプはですね、まあ小規模なんですが、特に未就
就学時とお父さんお母さんに特化した形でですね、ずっと続けてきました。残念ながら2020年と21年はですね、コロナの影響でですね、中止せざるを得なかったんですが、その後2022年それから昨年23年とですね、再び再開をしております。でまだまだですね、福島においてはですね、お社のによるですね、健康被害に対する不安というもの、特に子どもたちの不安、そして親御さんたちがですね、非常にやっぱり生活を続けていくわけでにおいてもですね、日常的にやはりそういう不安の中で暮らしているということで、持続的にこの保養キャンプは必要であるということでですね、実際に去年はですね、南相馬市に限定をしてですね、4家族の方々が参加されたんですけれど、今年もその南相馬の人たちに呼びかけをして、これからですね、4月に実行委員会をやってですね、それから6月ぐらいには現地で相談会をしてですね、呼びかけをして広げて、行くわけですが、実際にそのニーズがあるわけですから、やっぱり今後もですね、このキャンプを続けていきたいと思ってますし、また私たちはですね、大泉町の方にですね、年間使えるですね、保養ハウス坂祭というものを持っております。こちらもですね、はい、はい、こちらもですね、今後もですね、続けていきたいと思っていますし、それから毎年特に東京に避難をしている方々との交流も含めたですね、集会を毎年、1月に行っております。そのような活動も今後続けていきたいと思います。私たちの情報はホームページでも、流しておりますので、ぜひですね、ご覧になって、今後も共に歩んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。本当に持続していらっしゃる方がいることが本当に私たちにとってもすごく嬉しいですし、これからも頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。それではですね、ちょっとここで今日このデモにね、志向デモと集会に、予定候補者の高松聡さんと高野直美さんもいらっしゃってくれてます。あと練馬の区議会議員の方も大勢いらっしゃってくれて、一人はいらっしゃってくださったりとかしてるんですけど、本当に今日もよろしくお願いします。で次もう一人他の方にスピーチしていただく予定だったんですが、ちょっと今日来られないということになりましたので、ちょっと急遽私がちょっとだけお話しさせていただきたいと思います。原発の話というか、原発の話というか、原発の反原発のこの活動についてなんですけれども、私はその原発事故があった直後から、割とその急に今まで何もやったことなかった人間だったんですが、家族と一緒に参加して、デモとか国会前に行ったりとかしてきました。官邸前の抗議には本当毎週金曜日必ず行ったりしていて、最近はなくなりましたけれども、再びこの前11日に、官邸前抗議というのが久しぶりにあったんですね。でその時にちょっと思い出したことがありまして、それを知人に話したらすごくいい話だからって言って、ここで話させていただきたいと思います。まだみんなものすごくたくさん人が来ていた時に、やっぱり毎週通っていた時に、私たち小さい子供を連れていたので車で官邸前まで通ってました。で、丸の内ビルの地下の駐車場にいつも車止めてたんですけれども、そこの1階にファミリーマート、コンビニエンスストアがあって、デモが終わると必ず、3人でそのファミリーマートに寄ってお菓子買って、子供にお菓子買ったりお茶買ったりとかしてたんですけども、ある日そこの店員さんが、毎週この時間にご家族で来られてるけど、なんで来られてるんですかって店員さんに聞かれたんですね。で、毎週官邸前講義やってるんですよって、あんな近い場所にいてもその店員さん知らなかったらしくて、あ、そうなんですか、全然知りませんでしたって言って、それから行くと必ず今日もお疲れ様でしたって挨拶してくれるようになりました。
ポイントも多くつけてくれたりとかしてですね、なんか応援されてるみたいで嬉しいななんて思ってたんですけれども、ある日やはり講義が終わって寄ったところ、あ、僕今日ちょっと見に行ってきましたよって言うんですよ。で、私たちが多分そこに毎週毎週通っていなかったら、きっと彼は一生鑑定前講義をやってるなんてことに気がつかなかったと思うし、それではたと気がついたんですけれども、あ、私たちは鑑定前の講義にずっと講義、鑑定前でだけ講義してたけれども、実はそれを通うことでこうやって種まいてるんだなってことに気がつきました。で、日々の凱旋とか駅のところでは知らない人になんかバカって言われたりとか、何考えてるんだって言われたりとかされると心が折れそうになることもあるんですけれども、あ、やっぱりやってることは無駄じゃないな、こうやって種をまいていけば誰かしらの心に残っていくんだなって、その時初めて気がついてなんかちょっと元気が出る思いがしました。ですので今日も皆さん元気で、この天気、お天気のいい空の下で種をまいて歩いていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。それで、次、注意事項、どうもおはようございます。今日は雨かなとちょっと怖い予想がありましたが、おかげさまでいい天気になりました。ただこの先ちょっと風が出る予想があるんで、旗関係バナーの方が、風で煽られて、車道の、まあ、目白通りなんかだと2車線の左側ですけど、右側に煽られる可能性があるので、ちょっと注意していただきたいなと。何しろ今日も安全な行進で3列渋滞で行きたいと思います。よろしくお願いします。で、この後に、代々木に行く人は、私行きますが、終わった後またその話は時間がないんでしたいと思います。よろしくお願いします。そうしましたらですね、この後コールの練習をしたいんですけども、ちょっと移動しながらできるとなると時間がないので移動しながらコールの練習をしようと思いますので、今高坂さんに、リードしてもらうので、その後ちょっと練習してみてもらえたらお願いします。ちょっと練習しますね。原発いらない、原発いらない、原発なくそう、原発なくそう、こんな感じです。言いながら、はい、すいません、皆さんこちらの方に整列してください。西側です。原発いらない、原発いらない、みんなの力で原発なくそう、みんなの力で原発なくそう、地震の国に原発いらない、津波の国に原発いらない、地震の国に
Thank you.
原発なくそう。みんなの力で原発なくそう。
参りましょう。原発のない未来へ、原発はいらないの声をご一緒に上げていきましょう。一歩でも二歩でもご一緒に歩きませんか。参加者の皆さん、沿道の皆さんに手を振りながら最後公園までパレードです。ゴールいきます。
皆さんお疲れ様です。本日の参加者120名ということで、本当に皆さんありがとうございました。風が強かったですけれども、無事にここまで到着できました。またこれからもみんなで力を合わせて、一人じゃないので原発いらないの声をみんなと上げていきたいと思います。今集会だけでお帰りになった方もいらっしゃったので、それも含めると全部で140名だそうです。もしSNS なんかで流される方いらっしゃいましたら、そのような数で流していただけるとありがたいです。そうしましたらですね、今回ここの場所を集会借りるのにですね、集会をするためにここ借りるのにちょっとだけお金かかってるんですね。ですので心ばかりで結構ですので、カンパをお願いできたらと思います。大切に使わせていただきますので、よろしくお願いいたします。カンパ袋ちょっと、実は私まだなので後で入れようと思います。お願いします。団体の方で告知したいことございましたら、今マイクお貸ししますので。今日はご苦労様です。午後の、代々木公園の全国大会があるんで、いつも同じ電車で行きましょうと言ってます。まあ別に午後はちょっと天気が荒れ気味なんで、皆さんの個人の判断にお任せしますが、11時47分に、快速急行、横浜中華街駅、それで4つ目の、表参道じゃないや、原宿明治神宮前駅で降ります。練馬駅の4番線の一番先頭左の方、池袋寄りに集まって47分の電車に乗っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。じゃあ各団体で告知があれば、なければ私先にやっちゃいますが、6月4日じゃない、4月6日、6月4日は虫歯の日ですが、4月6日にですね、東海第二原発の集会を、講演会をここの駅で行いたいと思ってますので、ぜひおいでください。今チラシを少し巻いてますので、よろしくお願いします。で、他の告知の人いますか？原発署名とかいろいろいらっしゃると思うんですけど、告知いませんか？早く来てください、早く来てください。すみません、 お時間ないところ、今は矢原保育園の問題で頑張っております。矢原保育園を守る会、公的保育を守る会です。皆さんのおかげで今、閉園反対の署名今1万3000筆まで、行きました。本当に駅で、取ってても本当にどんどん、集まってやってきていただける、本当に、注目をされています。東京新聞でも紹介していただきましたし、いよいよ26日に採決をされようかということになっております。最後の最後まで、議員さんへの働きかけとか、頑張っていきたいと思いますので、ぜひご協力をお願いします。ありがとうございます。頑張ろう。他に告知はいますか？お知らせいいですか？お知らせ、イベントのご案内など、大丈夫ですか？いいですか？じゃあ最後。閉める。じゃあ皆さん、
代々木に行かれる方は、ここで美味しくお昼を食べて、で参加者さん、ここで終わりの方は、どうぞ無事にお家までお帰りください。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。